チス、誰も知らない銀河団員、イカレタコスケです。レベルを上げてきました。なぜレベルを上げてきたのか、それは、このイカレタコスケ、過去作のポケモンにおいてガチでプレイしたことがないので、ぶっちゃけどのポケモンがすごく強いかわからないと。なので、まあ、現状一番強そうなやつを最強にすれば、そのポケモン連れていけば、あとはなんとかなるんじゃないかという。まあ、そういった考えから、ベン！ギラティナさん起きてる？ギラティナさん？はい、ギラティナさんをレベル100にしてきました。まあ、他にもキャラクターいろいろいたんですけどもね。いや、ギラティナ、お、かっこいいですね。これ、こっちのフォルムの方が個人的にはね、好きですね。でですよ、見ていただきたい。ギラティナさんレベル100になりました。で、強さの方を見ていただければわかりますが、すべての能力値を最大まで上げてきました。で、特攻が上がりやすくて素早さが、まあ、そんなに上がりにくいっていう性格にしていますけども、技がですね、シャドウダイブ、流星群、怪しい風、波動弾、訓練所だっけ？訓練所で教えてもらったんですね。で、この人のね、強いところはね、まあ、他のポケモンもなんか専用のポケモン技持ってるんですけど、これシャドウダイブね、戦った時も非常に、戦いにくかったんだけども、攻撃が威力120、命中は80しかないんだけども、闇に姿を隠しつつ攻撃する相手の技を回避しやすくなるってことで、まあ、ランダムに回避してくる、なんだっけ土煙じゃなくて、霧隠れみたいなね、ランダムにこっちの攻撃を回避してくるんですよ。あれ、物理以外も回避すんのかな？ちょっとわかりませんけどね。まあ、この技をまずね、一つ覚えていること。それから、ゴーストタイプってことで、この怪しい風ですね。これ分類特殊なんで、ギラティナさんの特攻にマッチしていると思います。身の毛もよだつ突風で相手を攻撃する。自分の攻め力、守り力を上げつつ攻撃できるっていうね。この2タイププラス、まあ、適当に、割と、群抜に入りやすい、この波動弾と流星群ですね。これを乗っけているといったところ。割と訓練所で覚えられるスキルとしては、特殊なもの自体はそんなないんですね。なので、このギラティナさんを使って、で、どこで試すのがいいかなと思ったんですよね。ただね、まだ私アルセウスまで行っていないので、なんかアルセウスの方まで行くと、なんかめちゃくちゃ強いやつを再戦できるらしいんだけども、とりあえず、今その再戦するにあたっていい相手がいないので、ここのですね、ま、毎回ここでお世話になっていますけど、のぼりさんのですね、のぼりさんですね、のぼりさんののぼりさんと戦おうと思います。おそらく、一番戦いやすいレベルなんじゃない？確かね、70レベル弱ぐらいのポケモンがいっぱい来るはず。さあ、のぼりさん、最強ポケモン、ギラティナの性能、見せてもらいましょうか。目指すは勝利、出発進行。さあ、行くぜ！キャプテンののぼりが勝負を仕掛けてきた。のぼりは風鈴を繰り出した。そして、UK、ギラディナ。まあでもレベル100だからね。ちょっとどんなもんかわかりませんけども。とりあえず、戦っていきましょうか。あ、効果群抜ありますね。レベル67の風鈴。まあとりあえず、あ、怪しい風今覚えたばっかだから、あれだ。効果抜群だけども、5回しか使えない。ちょっと回数少ないけど。まあこれ、能力値のアップだからな。これ攻めの力、守りの力を上げることもあるだからランダムなんですね。じゃあとりあえず早技で行ってみましょうか。威力60、群抜早技。おーっと、倒せはしないがギリギリまで持っていったところ。おっと、こっち早技だけど。だがしかし相手の群抜は全然効きませんね。さすがはといったところでしょうか。今作アルセウスはね、レベル差があっても、効果が抜群だったりすると結構ダメージ食らうって書いてありましたけども。っていうかギラギラ HP 高えな。562あるんだ。さあ、じゃあ適当な攻撃で倒してしまいましょうか。波動弾。効果は今一つでも、とどめを刺していく。これもしかして、ギラティナ一匹でいけるか？いけるんだよ。効果は群抜二発目。霜焼きも食らって、体力が370。これは、あ、しかもこちらからの抜群技がないですね。ただこっち2回攻撃できるんで、もう一回怪しい風から行ってみましょうか。通常の怪しい風。霜焼けダメージが痛いです。結構痛いな。いや、そうか、最大体力高いからか。そして、食らうがいい。シャドウダイブ。威力は普通だが、だがしかし行った！威力120は、伊達じゃない。煙幕に包まれたと。でも霜焼けのダメージを食らう。いい技を放っていったな。まだあと4体いますね。グライオン、ツバメ返し。おい、煙幕は、急所に当たった。おい、ひどくねえか。もうさっきからフルボッコだぞ。よし、ここは、じゃあ高速、効果ありしかないから、
高速シャドウダイブで。でもあとシャドウダイブそうするとあと2回しか使えないのか。でも使っていきましょうか。高速シャドウダイブ、これ命中率があんま高くないからね。はい、どう？いいダメージ、煙幕に包まれ、霜焼けのダメージ、霜焼けが痛い霜焼けが痛いよ。早い技。シャドウダイブは、遅いんですね、これね。シャドウダイブ選ぶと、グライオンの攻撃2回になるから、遅いんですね。そうか、大技ばっか入れてあるけども、もっと早い技入れておいてもよかったかもしれないですね。ちょっとここで、火力を上げるために、怪しい風をバシバシと入れていこう。上がってくれ！よーし。これで次をワンパンしていきたい。霜焼けまだ治んないの？霜焼けは？あ、治ったかな？さあ、大ノーズがやってきた。ここで先手が取れるか取れません！ラスターかなんか、すごいギリギリまで耐えている。そして、ここで火力の上がっている波動弾を早技で決められるか？いや、さっき決めらんなかった、決めらんなかったからな。でもさっき決めらんなかったのこの怪しい風だっけ？いけるんでは？早技！波動弾群抜いったー、いきました。すごい早技で一撃で相手を落とした。威力60で、そして自爆オイル、今回もこっちが山田だ。おっと、フルボッコだ。フルボッコすぎる、麻痺した。ギラティナさん、この世の全ての技を食らっている。今回も群抜ですね。早技にしても分かりませんけども、一応こっち早技にしておかないと相手が2回行動になる可能性がありそうなんで、早技波動弾、攻撃力まだ上がってるかな。いけ、よし、大丈夫、麻痺は回避。波動弾いけるか。いきますね、強い。残り体力100を切ってからが強いギラティナさん。で、能力値が戻ってしまったところで、最後はモジャンボ。モジャンボさん戦えるか。こっちからか、向こうの原子の力からだ。痛い、だが生きる。次で決められるか。ああ、もうこれ、シャドウダイブの最大火力でやるしかないぞ。いけ！シャドウダイブ！力技倒しきれない！だが、ここに煙幕で包まれて、原子の力が、ヒット！残念。いや、5体抜いたけどな。じゃあちょっと最後はね、レベル94、アンノーンさんで、とどめほど美味しいところを持っていってもらいましょうか。食らうがいい。目覚めるパワー、フルオトック。さらばだ、モジャンボ。激アツだったけどな、勝ちたかったな。序盤の、あれですね、ちょっと様子見で打った、手加減の、早技。あれがちょっと、ミスったな。あれがなければな、6体抜きできたな。おー、ギラティナさん強いですね。で、強さ改めて見ていきますか。特攻が414で、これ、さっきも、ちょっとあれだったけど、素早さよりも、素早さ下がんない方がいいかもね。防御、特防、もしくは攻撃で HP めっちゃ高いから HP を下がるタイプにした方が、もしかすると生き残れるかもな。まあ相手のレベルが上がってきたりするとまた変わってくるとは思うんですけどもね。ただ現状そんなにまあ強い相手がおらんので、まあかなり強いレベルのここの訓練場ののぼりさんと戦って、まあ、こんだけやれたんで、まあ、十分かな、といったとこです。ちょっと他にもね、調べたところ、ポケモンでめっちゃ強い技、面白い技持ってるポケモンもいるっぽいんで、またなんか面白いのがいたらね、育成してみようと思います。それでは、誰も知らない、銀河ナイン、イカレタコスケでした。TU! 回れ回れ、やれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない、まあ